試合の入り自体は良かったのですが、途中でちょっと集中が切れてしまって、ミスが多くなって失点につながることが多かったので、明日の試合では切り替えていきたいと思います。やっぱり世界の速さだったり、切り替えの速さっていうのはみんな見で知れたと思うので、それは明日の試合に生かして戦えるように頑張っていきたいと思います。明日からも頑張って戦うので、日本の応援よろしくお願いします。